快適な学校生活を送ってもらおうと中学生にメガネのプレゼントです。これは別府市のビューシック・クギミヤが毎年行っているもので、今回は中学生12人に対しメガネが贈られることになりました。今日は贈呈式が開かれ、生徒の代表がいただいたメガネを大切にして勉学や運動に励みたいですと感謝の言葉を述べていました。 生徒たちは今後、店舗で各自にあった眼鏡を作ってもらうということです。